ジョン・マイケル、ミック・マルバニーは、アメリカ合衆国の政治家、ドナルド・トランプ政権の行政管理予算局長、大統領主席補佐官代行を務めた。現地の発音は、マルベーニーに聞こえる。ミック・マルバニー・バーチニア州アレクサンドリアで、1967年6月22日に、生まれ、ノースカロライナ州シャーロットで育った。ジョージタウン大学で、国際経済、 小学、ファイナンスの学士号を得た。その後、ノースカロライナ大学チャペルヒル校の法科大学院に入学し、1992年に法務博士号を得た。1992年から1997年まで、ジェームズ・マケロイ・ディール法律事務所で実務に就いた。2007年から2009年まで、サウスカロライナ州の上院議員であった。 2010年の中間選挙で保守派の草の根運動、ティーパーティー旋風に乗って、サウスカロライナ州国選出のアメリカ合衆国会議員に当選した。その後、2012年、2014年、2016年と再選され、2017年2月16日まで務めた。2016年12月17日、ドナルド・トランプ時期大統領によって、 アメリカ合衆国行政管理予算局局長に指名された。2017年2月16日、アメリカ合衆国上院は、マルバニーの行政管理予算局局長就任を賛成51、反対49で承認した。2018メートル政府会計年度の編成方針として、国防費の大幅増額に伴い国務省予算を28%削減し、 環境保護局予算も大幅に削減するとマルバニー局長は発表した。同時に連邦政府の職員を過去に例のない規模で削減するとした。メキシコ国境の壁の建設費として今年度分も含め41億ドルを計上した。マルバニー局長はトランプ大統領は政府の役割縮小や効率性向上、無駄で重複したプログラムの廃止を目指していると述べた。 民主党の強硬な反対と共和党のミッチ・マコーネル、上院院内総務などの首脳が反対を表明していると報道された。予算教書は2017年5月にまとめ、アメリカが州国議会に示す予定。芸術、教育、貧困に対する連邦予算の削減について、ニューヨーク・タイムズは次のようにファクトチェックを行った。マルバニー局長は食事の宅配サービスは、 効果的でないと指摘したが、実際には50万人の退役軍人と22万6千人の高齢者を毎年支援している。マルバニー局長はコミュニティ開発一括補助金を批判したが、実際はこのプログラムは地元の受益者のニーズに合わせて支出を調整されている。さらにマルバニー局長は課外活動のプログラムは効果が薄いと指摘したことは、 誤解を与える説明であると指摘している。2017年12月24日、消費者金融保護局のリチャード・コードレー局長の辞任を受けトランプ大統領は、マルバニーに局長代行を兼任させる人事を発令した。しかし、コードレー前局長が辞任の直前に、リアンドラ・イングリッシュ副局長を長官代行に指名したため、トップが2人となる混乱が起きた。 2018年11月17日、保守系国際会議 JCPAC2018 に登壇し、天利明衆議院議員に後進む、拓殖大学教授と会談。米国は、公正なルールの下で自由貿易できる体制を、標榜しているとし、米中貿易戦争について、米中二大経済大国が、世界の貿易ルールについて果たすべき、役割の重要性について言及した。 2018年12月14日、トランプ大統領は退任するジョン・フランシス・ケリー大統領首席補佐官に代わりマルバニーを首席補佐官代行に指名すると明らかにした。2020年3月6日、トランプ大統領は大統領首席補佐官代行を退任させ、北アイルランド問題担当の特別代表に指名すると明らかにした。大統領首席補佐官には、 マーク・メドーズ下院議員を起用すると明らかにした。2021年1月7日、トランプ大統領の支持勢力が連邦議会議事堂を選挙した事件の発生を受けきたアイルランド問題担当の特別代表を辞任した。マルバニーは以前から政府歳出の削減を強力に主張しており、民主党のチャック・シューマー上院員内総務が挙げる最も厄介な閣僚候補8人の一人とされる。 ありがとうございます。